ヤミー・ガウタムは、インドの女優。ボリウッドを中心に活動しており、南インド映画にも出演している。ヒマーチャル・プラデーシュ州・ビラースプルのヒンドゥー教徒の家庭に生まれ、チャンディーガルで幼少期を過ごした。父、ムケシュ・ガウタムは、パンジャーブ語映画で活動する映画監督であり、妹、スリリー・ガウタムも、同映画産業で女優として活動している。ヤミーは、 法学の学位を取得するため大学に進学した。当初は行政職員になることを考えていたが、20歳の時に女優の道に進むことを決め、演技を学ぶためにフルタイムの学生を辞めた。後に彼女はパートタイムの学生として卒業している。ヤミーは20歳の時にムンバイに移住して女優の道に進んだ。2008年にチャーケパーチャロで女優デビューし、 続けて、ライクマールはリアに出演した。2009年に出演した、イエープや NA ホガカムで、知名度を上げた。アクションジャクソンのイベントに出席するヤミーガウタムと、アジャイデーブガンファッションイベントに出席するヤミーガウタムとリティクローシャ2009年に、カンナダ語映画、アロッサザホで、映画デビューし、2012年に、シュージット・シルカルのビッキー・ドナーで、ボリウッドデビューした。 同作では、アーユ・シュマーン・クラーナー、アンヌー・カプールと共演し、ヤミーはアーユ・シュマーン演じる、パンジャーブ人と恋に落ちる、ベンガル人女性を演じた。ジョン・エイブラハムの初プロデュース作品でもある、ビッキー・ドナーは、批評家から高く評価され、興行収入6億4500万ルピーを記録する、ヒット作となった。ヤミーは、同作で g シネアワード最優秀新人女優賞を受賞、フィルムフェア賞最優秀新人女優賞にノミネートされた。2013年は、テルグ語映画、ユーダム、タミル語映画、グロバームに出演した。2014年には、ボリウッド映画、トータルシアパーであり、ザガル、アヌパムカー、キロン・ケールと共演し、ザガル演じる、主人公の恋人役を演じた。同年12月には、 クラブデーバのアクションジャクソンでアジャイデーブガン、ソーナークシーシンハーと共演した。2015年にシュリラームラガバンの復讐の街でバルンダワン、ナーズッティーンシッティーキーと共演した。同作は興行収入7億8000万ルピーを記録するヒット作となり、ヤミーの演技は批評家から高く評価されている。2016年にデビアーコースラクマールのサナムリ、 ビベイク・アグニ・ホトリのジュニュー・ニートでプルキとサムラートと共演した。サナ・ムリではサムラート演じる主人公に恋する女子高生役。ジュニュー・ニートではサムラート演じるインドリク軍将校に恋するパンジャーブ人女性役を演じたが、両作とも工業的には失敗している。2017年にサンジャイグプタのコブルデ・リティク・ローシャンと共演し、レープ被害を受ける。 盲人女性を演じた。同作は、興行収入19億6千万ルーピーを記録する、ヒット作となった。同年5月にラーム・ゴー・パール・バルマの、サーカー・サンで、アミターブ、バッチャン、ジャッキー・シュロフ、マノージュ・ワージ・パー・イーと共演した。2018年にシュリー・ナ・ライアン・シンの、バッチ・ギュルメーター・チャールで、シャー・ヒド・カプール、シュラッター・カプール、ディビエンドと共演した。 2019年にアディティアダールの URI サーチカルストライクでビッキー・コーシャル、パレーシュラーマル、モーヒトライナー、キールティクル・ハーリーと共演した。同作は2016年売り襲撃事件を題材としたアクション映画であり、ヤミーはビッキー演じる主人公をサポートする RAW 局員役を演じた。同作は興行収入34億ルピーを記録し、 ヤミー出演作の中で最大のヒット作となった。同年11月にアマルカウシクのバラで再びアーユシュマーン・クラーナーと共演し、同作でスタースクリーンアワード最優秀コメディアン賞を受賞した。ヤミーガウタム。ありがとうございます。